はい、皆さんこんにちは。ドラキング2128です。どうもよろしくお願いします。今回はですね、このスーパーマリオありますよね。スーパーマリオシリーズね。で、私ね、 2D マリオが大好きで、よく私小学校3年生の頃にツインファミコン、赤いツインファミコンを買いまして、それでその時にディスクシステムでスーパーマリオブラザーズを買ったんですね。それがね、スーパーマリオと出会いだったんですけど、それで、それ以来ね、ずっとスーパーマリオ、2D のアクションのスーパーマリオブラザーズシリーズが大好きで、で、今までね、マリオ1、マリオ2、マリオ3、マリオ USA、マリオワールド、あと DS のニュースーパーマリオ、あと 3DS のニュースーパーマリオ2、あと Wii の、スーパーマリオ、Wii かな?スーパーマリオ Wii、あとスーパーマリオ Wii U か。ね、ずっとクリアしてきたね、完全クリアしてきました。はい、そういう感じでね。はい、それですね、今回はですね、ちょっと久しぶりにちょっとマリオメーカーを除いて、そのマリオメーカーを除いて一番難しいと言われている昔のスーパーマリオブラザーズ2をちょっと久しぶりにやってみたいと思います。ただオリジナル版はちょっともう十何年か前にちょっと売ってしまったんですね。中古ショップにも、そのディスクシステムの、ディスクカードのスーパーマリオブラザーズ2は、もう売ってしまったんで、そこから Wii ですね。Wii のソフトで、リメイク版があるんですよ。今画面に映ってるのが、この Wii のソフトのスーパーマリオブラザーズ2のリメイク版。はい。で、リメイク版といっても難易度はオリジナル版と変わりません。はっきり言って。はい。ですんで、それですね。で、今回は、ルールとしましては、ワープゾーンは、逆ワープを含むワープゾーンは一切使わない。で、無限ワープは一切禁止。ただし、普通にね、ワンアップキノコとか、あと甲羅を蹴って、こうね、甲羅を蹴りつ、ね、甲羅を蹴って、それでワープしたりとか、それは OK にします。あと、ノーコンティニューですね。残機は途中でやられてもいいけども、ゲームオーバーになったらアウト。もうそこで終了っていうルール、ね。要は、ゲームオーバーに1回もならずに、ワープも使わず、無限ワープもしないで、1の1から D の4まで、旧ワールドを含む D の4までクリアできるかどうか、ちょっとやってみたいと思います。ちなみに、若い頃の私は、ノーコンティニューで、1の1から D の4まで行ったことはありません。はい。多分、無理でしょう、おそらく。もう30代後半ですから。でも、ね、結果はどうあれ、チャレンジすることに意義があると思ってますんでね、ぜひ応援よろしくお願いします。あ、で、始める前にですね、その前にちょっと気合い入れるためにね、ちょっと、80年代の頃に、ゴーゴーマリオっていう歌が流行ってたんですね、一時的ですけどね。で、ちょっとそれをちょっとね、ちょっとマリオの、応援歌としてちょっと聞かせますんでね、ぜひお聴きください。歌っているのは、80年代当時のピーチ姫っていう設定だそうです。はい。じゃあちょっと曲流します。はい、ここまでございます。ねえ、昔80年代の歌なんでね、ちょっとね、ちょっと荒々しい感じね、ありましたけどね、レトロ感のある歌ですね、はい。ね、では、ね、
ゃあそのね早速じゃあねちょっと流したいと思いますんでお願いします。なおね時間の関係上ねちょっと2倍速のでねちょっとやりますんでねちょっとねご了承お願いします。はい、では行きます。
Thank you.
はい、皆さんここまでございます。いや疲れますねこれ本当にね。まあでもね、まあ、結局はね84すらねクリアできなかったんですけど、でもねまあね、まあ、30代後半でね、でもまあ8の3までまあ一応来れたってことで、まあねあれですね。はい、ちなみにですね、まあ自分でねやってみてまず感じたのは3の1ですかね。ね、こうワープゾーン、ワープじゃねえ、あの、ボーナスステージか、地下のボーナスステージに入って、あの、キラーが出てくる地下のボーナスステージ、あそこ抜けたら逆ワープ、ワールド1への逆ワープ。あれ、ひどいですよね、あれね。あれ、初見だったらね、いや、私もね、ちょっと忘れてました、あれ。本当に。あれ、騙されますね、あれはね、はい。あ、ちなみに、あと、あの、雲のね、ボーナスステージ、空のボーナスステージで、あの、こう、レンガの、壁ありますよね。それをマリオは突き抜ける、釣り抜ける裏技なんですけど、あれはですね、まあマリオがこう壁にぶつかった瞬間にこう左ボタンを、その十字ボタンを左ボタンに入れると大体成功しますね。はい。まあタイミングはちょっとシビアですね。まあやっぱり子供の頃からの経験、まあ体に染み付かせて、染み付かせないとタイミングがつかめないやつですね。はい。ね。あと、4の3ですね。4の3のね、あの、ね、こう2つのこうブロックをこう乗りついてねゴール目指す、あれほんと難しいんですよ、あれほんとにね。ね、あれ結構つね、あれ嫌ですね、やっぱりあれはね、ほんとにね。はい、そうなんでね、はい、まあいやー残念、結局ピーチ姫を救うことはできませんでした。はい、まあこれがね、まあ年齢の限界かな、これが。はい、まあそうなんでね、はい、まあ、ここまでございます。まあ、もしね、皆さんももし機会がありましたら、確か 3DS でも、確かあの、オリジナル版のスーパーマリオブラザーズ2が、確かね、有料で、あの、バーチャルコンソールでダウンロードできると思いますので、ね、これを機会に、もしよかったら、あの、ね、ファミコンのスーパーマリオブラザーズ2、ぜひ、ね、有料ですけど、ぜひバーチャルコンソールでダウンロードして、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。すがんで、どうも応援ありがとうございました。